つ前だっけ、クーポン見れる、別にいいや。3月23日まで。あー土曜日からしよう。しかも土曜日ねえしな。いや20日休みなんですよ。あれ20日。あ、そっか。20日に入れればいい。そこに入れればいいじゃん。あ、そうか、そうか。じゃあいいや。どうせドライブスがどっか行ってそうだし、うん。それでいいんではなかったんだ。そうしよう。いや、今日の分持てば。うん。まあ20日は、そうだな。箱根だな、もう。時間帯的にもちょうどだからね、うん、だからダブルパンチは辛い、全てが渋滞してたからやばかった。圏央道と、まあ、当面は大体予想してたけど、事故かよ、うん、ね、まあ、でも事故は他人事じゃないから自分たちも気をつけようって思うけどね。ただ圏央道は地獄だな、うん、どこで地獄ってんのって書いてあったかな。多分インターチェンジ付近でやってるからって書いてあったから、多分でもさ、レッカー移動しちゃえばもうあとはあれなんじゃない。だからレッカー車が入れないんでしょ。おお、すっごい。うん、それで渋滞してる。すぐ行けねえもんな。そりゃそう。ってことだと思うよ、おそらく。だって全然動いてなかったじゃん、あれ。そうだよね。うん。兆しがなかったよね。家に着いてる予定だったのに、とっくに。いや、本当にね、うん、もうその予定だった。もう風呂入って、一段落して米炊いて、おしんこと納豆で飯食おうとか思ってたのに。ごめんね、ポップ。ポップも疲れちゃうね。だから、変な生き探偵するわ。そんなに勘弁してくれよ。もう安全運転で来んの。クエプラス、ヤビスの中、そう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 、失礼するね。あ、疲れた、頭も疲れた。いや、こっちの方がまだいいよ、でも動いてるから。虹も動かなかったじゃん、うん、つか自己渋滞ぐらい連絡行ってくれって思うんだけど、マジで。ちょっとなんかさ、あそこの渋滞かなって思っちゃうじゃん、あれだったら、うん。あ、でもまだ判断早い方だと思うけどね。場所はまだ良かったよ、降りれる場所にいたから。うん、あれ超えてたらもう永遠の地獄になって、うん、多分超時間かかったと思うよ、あれ。着いたんかな、相当あれかかると思うけどね。
死ねって言いたくなる。多分待ってんだろうな、ね、レイベンよって帰るんですよ。遠目行ったかも。遠目も遠目で超地獄だと思うけど、マジで。遠目の地獄は。遠目は常になんか地獄のイメージしかない。ベソ返したよ。聞いてなかったな。もう置いてったら髪殺すですか。なんかね、かっこいいね。寝てる。かわいいやつ。事故渋滞あちこちで起きてるんだ今日。ただインターチェンジのあそこで起きてるって書いてあったから、うん、早く行って早くって。あれもう起きたばっかだから展開できてないのかもしれない。多分ほやほやだと思うよあれ。うん、だったら前書いてあったじゃん、うん、圏央道で事故ってなかったよな。うん、だからほやほやなんだよ。あの綾瀬のとこもそうだったじゃん。あのトンネルの前のところあれも出てなかったじゃん。えこんなとこで事故っつって後で気づいたじゃん。後になってパッと出てたじゃん。あ、そういうことなんですよ。かかるぞ、さらにかかるぞ。あ、多分我々は多分ギリギリ運がいいとこなんだよ、うん、あれでも、うん、これ右へ行かせてくれないんだよね。どれ左でいいやもん。いいね。なんでなんか右行かないとまずいもん。いや、橋の上と橋の下。いいよ、別に、うん、ピリピリしてるからめんどくさい。そう、俺もそれある。で、信号がないからっていうことだけど。いや、まあ、そう、町田のあれと同じよ、見えに的に。どうしても同じ方にいるな、どっちも。うん。じゃあ、あそこ行くか。カナダ陸橋か。マック行かねえ、もう。マック行っていい？え？マクドナルド。うん。晴れちゃったよ。ストレス溜まってきちゃって。最後の最後で。ああいう高速で事故った場合ってめっちゃ金取られるのかな。やっぱ警備隊とか全部動かすよ。レッカーとか。超かかりそうだよ。近づくけどね。海老名、海老名ってどこあったっけ。ここなんだよな、ちょっと離れちゃう。ここ目安で、あ、ここ行けばいいのか、逆に。ここがネタ上場してたもんな。規制なし、事故処理。ここをかけてみますか。この救急車はまさか上に来るやつだ。どれと出るんだ。まあいや、ちょっとかけてみよう。やられたらなんでもいい。え？やられたらなんでもいい。もうなんかアホらしくなってきたんだよ。この渋滞だったらアホらしくなってきた。
してたりして。これどこ行くの？ここ右すれ、ここ右、バス専用って書いてある。あ、いや右だから平気でしょ。大丈夫だ。いや、79だからてか曲がるときは平気だよ。うん、そこは平気だよ。曲がらないとかだったらちょっとそこを越してるかどうか、ね。